どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ポイントサイトの、高額案件である FX 案件と、不動産投資案件についてね、解説していきたいなと思います。まずね、FX 案件なんですけども、今ねポイントサイト EC ナビでねセントラル FX っていう案件が、出ておりまして、まあ、こちらね、FX 案件、まあ、今ポイントサイトで出てる案件、まあ、私がね動画とか、コミュニティ欄とかでね、まあ、紹介してるのは基本的に、まあ、口座開設でポイントをもらえるものばっかりなんですけども、まあ、こちらは口座開設した後に取引が、まあ、実際に必要っていうものなんですよね。で、条件を見ていくと、新規200万通貨以上の取引、プラス、ダイレクト商品は、対象商品は FX ダイレクトプラスのみということで、新規にね、取引を、200万通貨以上を60日以内に初めてやって、初めてポイントをもらえるっていう案件となっているわけなんですよね。で、しかもですね、これ200万通貨の取引って書いてあるんですけども、決済分はカウントしませんよって書いてあるんですよね。まあこれはどういうことかというと、まあ本来、まあ FX っていうのは、まあ買って売るもんですよね。まあ売って買ったりもできるんですけども、だから買って売って、まあ1回っていう、まあ計算なんですよね。ですんで、まあ動きとしてはね、200回買って200回売るみたいな感じになるわけなんですよね。いやー大変ですね。で、FX を今まで、まあやってたりとかね、株の取引を今までやってましたよみたいな方はね、積極的に狙っていただいてももちろんいいと思うんですけども、やっぱりあのポイントサイトを、運用するようになって、まあ、初めてねポイ活として、この FX 案件とかをね始めていく上で、やはりこう高額案件じゃないですか。まあこれね、達成すると2万7000分のポイントをもらえるんで、手出したくなる案件になると思うんですけども、まあ、私ね個人的見解だとおすすめしてないです。もしね、FX とかの経験が全然ないのに、こういうね高額案件だからっていうので、FX 案件とかを手出すのはね本当にやめておきましょう。絶対損します。まあ絶対っていうとねちょっと語弊があるかもしれないんですけども、まあ私自身ねやったことあるんですよね。まあこのセントラル FX はねちょっとないんですけども、他のねちょっと今もう拡散禁止になってるね FX 案件とかは、利用したことあるんですけども、まあ私自身ね FX とか株投資とかも結構昔からちょこちょこやってたんで、ちょっとぐらい損益出てもね取り返せるだろうなと思っていて、まあ実際ちょっと損益が出たんですよね。まあその後にね、まあ勝手にやって、まあ損益をね、まあ、カバーすることができたからまだ良かったんですけども、まあ、これがね全然やったことない人からして始めて損しちゃった場合ね、それでしかも金額が大きくなってきた場合やめづらくなるんですよね、やっぱり。だからこれが本当に20万とか取引して、まあ、これが仮に15万円ぐらいに下がってしまった場合ね、そこでやめれるかっていう気にならなくなっちゃうと思うんですよね。ですのでもしねポイントサイトの運用を始めてからこの FX 全然やったことない方はね、この高額案件だからっていうのでね簡単に手出してしまうとですね、まあ、結局これ2万7000分のポイントしかもらえないんで、これ以上ね損益が出てしまったら何のためにやってんだかよく分かんなくなっちゃうと思いますんで、ですんで、まあポイントサイトをね始めて、高額案件狙いでね、やられるっていうのはね私自身はあんまりお勧めしておりません。やるぐらいだったらモニター案件をねもうちょっと頑張ってやりましょうって、まあ私個人的には思うんですよね。もちろんね口座開設でポイントがもらえるとかね、まあそういうものだったらねじゃんじゃんやってった方がいいと思うんですけども、取引回数がすごい多いねFX 案件はねあんまりお勧めしてないですね。まあ個人的見解にはなるんですけども、まあちょっとね頭入れといていただけたらなと思います。で次にですね、不動産投資案件、今はちょっとね落ち着いてきてると思うんですけども、まあ私ね結構不動産投資も興味があって、まあ利用したことあるんですけども、
不動産投資ということで、どっかまで出向いて、実際に面談して、会社の説明から、不動産投資のね、全体の流れ、話で最終的には契約するかどうかみたいな話で、本当にね、その面談を行うっていう感じで、その前、その前段階でね、電話応対とかもねしなきゃいけないですしっていうのがあって、実際に面談して、ポイントをもらうみたいな感じなんですけども、やはり皆さん気になってるところは電話すごいかかってくるんじゃないかってやっぱり思いますよね。不動産案件ということで、もうこっちの個人情報はね、住所も教えなきゃいけないですし、電話番号とかもね、教えなきゃいけないですね。職場も教えなきゃいけない、変な話、それはそうですよね。不動産投資ですから審査が最終的にあるものですからね。これはね、会社によるんです。かかってこないところは全然かかってこないんですけども、かかってくるところはめちゃくちゃかかってくるんですよね。で、このシノケンっていう会社はむちゃくちゃ電話かかってきますね本当に1日おきぐらいに電話かかってきてたんじゃないかな、一時。本当にすごい電話かかってきたんで、不動産案件ね、気になる方は、こちらも今現時点もね、結構高額なポイントを打ち出してますんで、気になる方、多いと思うんですけども、私ね、いろんなところもうちょっと見たかったんで、ちょっといろいろ見たいんで、今回はね、もうちょっと他のところ見ますみたいな感じで、電話切ったら、もう電話かかってこなかったですね。電話はね、本当に会社によってすごいかかってくるかなっていう感じですね。不動産案件のね、獲得条件には絶対あるんですよね。何かを提出してください。保険証のコピーだったり、源泉徴収のコピーだったり、社員証だったりみたいな。その不動産投資をね、実際にできるかどうかっていう判断もね、向こうの会社としたら、それをチェックするみたいな感じなんで、面談で提出してみたいな感じで、で、その後日にね、ポイントが付与されるみたいな感じで、私はね、無事ね、ポイントね、3万円ずつぐらいだったかな、ポイントもらえたんですけども、でもやっぱすごいですよね。1時間半の面談で、結局6万円分ぐらいのポイントがもらえたわけですからね。っていうことで、これからね、不動産案件ね、気になっている方で、これからやっていこうと思っている方はね、私個人的にはですね、不動産投資にね、結局興味がある方だったら、全然やってっていいんじゃないかなと思います。興味がなくてね、ポイントだけ欲しいがためにね、行くのはちょっとね、どうかと思ってしまいますんで、これもね、考え方によるんですけども、ポイント獲得条件にね、たまに書いてあったりするんですよね。相手がポイント目当ての態度だった時みたいな、これどうやって判断するんだろうなみたいな、そういう獲得条件をね、出してる会社もありますんで、私個人的にはですね、不動産案件って、基本的に不動産を購入するかどうか、ですよね。基本的にマンションの中古物件みたいなね、購入して、それを人に貸し出して、家賃収入を得るみたいなものなんですけども、それに伴ってね、ダンシンって、住宅ローンを組むと、そういう保険があるんですけども、私はそれをね、ちょっと生命保険とね、天秤にかけてどうしようかなみたいなことをね、結構考えてたんで、それでね、興味があったんですけども、そういうね、不動産投資自体にね、興味があるのであればね、積極的に利用してみてもいいんじゃないかなと思うんですけども、獲得条件、ポイント獲得条件だけはね、確実に見てくださいね。多分私がやってた頃よりかは多分シビアになってるんじゃないのかなってちょっと思うんですよね。ちょっとこればっかりはね、わかんないですけども、私がポイントサイトのリクマイナーになってね、しばらくして1年ぐらいしてから確かね、この不動産案件っていうのは急にたくさん出始めてきて、私がやったのもね、ちょっと経ってからやったんですけども、その頃よりね、さらにもう1年半ぐらいかな、1年ぐらいかな、経ってますんで、そういう意味ではね、もしかしたらちょっと厳しくなってるかもしれないんで、ひとまずね、ポイント獲得条件だけは確実にチェックしていただいて、利用していただければなっていう感じですかね。いかがだったでしょうか。今回は、ポイントサイトにある、FX の高額案件と、不動産投資のね、案件について解説させていただきましたけども、これね、やるかやらないかはね、人それぞれだと思いますんで、もしやられる際はね、本当に獲得条件、本当に確認してから、やるようにしてくださいね。
FX にしても不動産投資にしてもね、まあ高額のポイントがねもらえることにはまあ、変わりはないんで、気をつけてまあ利用していただければなと思います。まあ私ね結構これ聞かれるんで、まあ今回ねこういう動画ね作らせていただきました。この動画役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。